懐中電灯なんかさっき誰か1個持ってったけど、懐中電灯じゃなくて。鍵が。あ、鍵はね、もう持ってた。あの、鍵持ってた。持ってってくれて大丈夫です。懐中電灯どこやったっけ、うん、懐中電灯1個誰か男の子持ってった。黄色のやつ。ここは千狩りキャンプのキャビンの外側です。随分リニューアルされました。結構大きいのが、お手洗いがですね、一応こんな。で好きになりました。ウォシュレット付きのやつが、2台。これは結構大きいです。あと去年までなかったものとしては、部屋にエアコンがついちゃいました。これ1階の部屋ですね。5、6畳。8畳ですね、8畳の部屋となって、2階が、こういう形になってます。忘れ物がありました。8畳2つ、あとコンセントが差しっぱなしです。